こんにちは、広瀬まりです。今日は米徳で開催されましたハンガリーのお話をしながらハンガリー料理を食べる会というところに参加しております。で、今日ハンガリーのお話をしてくださった難しすぎて発音ができないので自己紹介をお願いしたいと思います。はい、皆さんこんにちは、あんちゃんです。あんちゃん、はい、イエーイ、イエーイです。お料理もすごい美味しかった。ないところがすごいでしょ。もう食べちゃった、みんな美味しくて全部食べちゃったんですけどスコーンみたいなのとか、それからミートボールみたいなのとか、うん、写真は多分この辺にあるかしら、なんか編集でみたいなになってますけど、写真はまた他であげると思うんですけれど、うん、1個だけデザートでいただいた、はい、これなんだっけ、なんて名前だっけ。これベイグリーと言いまして、まあベイグリーでいいと思います。カタカナでベイグリー、ベーグリ、まあドイツ文化圏から伝わったもので、まあくるみが入ってますけど、まあ普通はケシの実と、まあ、くるみ、まあ、2種類のものがあります。で、まあ、これはクリスマスとかお正月復活祭に、まあ、普通に食べられるもんで、食べ過ぎても逆にベーグリ中毒になる人がまあ少なくないぐらい食べるのね、皆さん。もうめっちゃ食います。で、今日気づいたことが一つあるんです。ハンガリーのお料理、みんなね、ぎゅってすごいいろいろ詰まった感じのね、ここ触っていい？どうぞ。これも結構噛み応えがあるの、出てきました。そしてこれチスコーン、スコーンでいい、これポガーチャ、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 これチーズのなんだけどしっかりしてるので、こう割ろうと思ったらハホってなったからもうカリって言ったんですけど、ぐらいしっかり噛み応えがあるので、日本の食べ物はね、柔らかすぎると思う。そうですね、ちょっと音を聞きましょうか。コンコン言います、コンコン。コンコンです。なかなかないよね、こういう音のする食べ物ね。え、じゃあ、ハンガリーの今日クリスマスとかのことも聞いたんですけど、印象的だったの、なんか来た、あ、じゃじゃん、スープ、はい、じゃじゃじゃーん、見えます？ちょっとグーが見えないかな、ちょっとかき混ぜて、ヒューン。そう、私知らなかったんですけど、ハンガリーはパプリカが有名なんですって。だから必ずお料理にはパプリカが入るんです。で、さっき得た知識ね、日本で売っているのはイタリア産だった、あ、スペイン、スペイン、ごそぶそぶかスペイン産なのでちょっと味わいが違うというふうに言ってらっしゃる、はい、今日いただいたのはハンガリー産のパプリカ粉が入って、粉が入って、グヤシスープです、ね、すっごい美味しかったです。お野菜がたくさん取れるのでね、これでもなかなか食べられないんでしょ、ハンガリーのお料理って。そのハンガリー料理のお店とか、うん、そうです、東海3県だとまずないと思います。東京行かないと食べられないと思います。すっごい、ものすごい貴重な経験したのね。ありがとうございます。それで話ちょっと飛んじゃいましたけど、はい、そのクリスマスとかの話の中になんかベローンってしたのが長い、うん、なんかすごい話を聞いたんですよ。サンタクロースは実は怖いもんだって言って、はい、まあサンタとクリスマスは別の行事なんで、うんうん、サンタは12月6日、12月の6日で鬼と一緒に来て、で悪い子はまあ罰受けるっていう。サンタと鬼は一緒に来る、鬼さん。そうそうそう。で、いい子にはちゃんとプレゼント、いい子にはプレゼントあります。悪い子には？悪い子はまあ無知か、まあ拉致されるか。無知か拉致だっていうの、すごくないですか？で、その絵がね、さっき見せていただいた絵がね、カゴの中に子供が入ってたりとかね、なんか鎖に繋がれてたりとかね、そういう怖い絵があったので、やっぱ子供さんがそういうのを見て怖がるのね。そうだから生ハゲみたいと思って。そう、めっちゃ怖かった。怖かったね、小さい時に。怖かった。そう。そんな風にしてやっぱりこの日本にもね同じような行事があったりするので、うん、でそれと一つ私は冬至の話、はい、冬至って分かりますかね、一番昼間が短い日、うん、その冬至ってのは日本でもやっぱり滅して復活する日っていう風に言われて区切りの日なんですけど、お祭りがあるんですよね。そうです、まあ、元々あった祭りとキリスト教の祭りがまあ混同されて、まあ今のクリスマスができたです。はい、世界はつながってるなというふうに思いました。またこういう会はやられるんですか？まあ機会があれば、うん、他の国のことをね知るのってなかなか本当に恥ずかしいんですけど、私ハンガリーってどこにあるのから入ったので、海がないんだとか、ね、海がない、それしか今ちょっと最初分かんなかったんですけど、ちょっといろいろお話を聞いて、うん、なんとなく
近に感じられるようになりました。なのでね、機会があればまた、はい、ぜひ参加したいと思います。はい、あの見てらっしゃる方も米徳さんでやる可能性は大なので、高いですね。はい、ぜひまた参加してください。あんちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエーイ。